この番組はメガネスーパーの提供でお送りいたします。光と音、男たちは戦いを極める。10月18、19、横浜アリーナ、熱き戦い、SWS。How you doing? プロレスファンの皆さん、こんにちは。すでにリング上では第1回 SWS 福井大会全選手の紹介が行われています。その後には日本プロレス史上初のトーナメント試合も行われるんです。申し遅れました。私今日から SWS プロレス実況を担当します、木村恭也です。 Thanks for joining us。 さて、末永くお付き合いよろしくお願いします。 Alright, let's kick off the great program Burning Fight SWS。 熱い戦いを伝える実況担当は木村恭也です。今日はですね、解説に将軍 KY 若松さんに来ていただきました。どうも今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。 Alright, ladies and gentlemen, up next トーナメント第2回戦、30分一本勝、赤コーナーハライストラ277 pounds, Takano Shunji. And you know who he is. Aokoda Dojo Geki, 266 pounds, Kendo Nagasaki. And great fighter is going on. Here is SWS. 現在リング上ではトーナメント第2回戦、高野俊二対剣道長崎の試合が始まろうとしています。今ゴングです。さて、ここで第1回戦、高野俊二が新倉文宏を破った試合をご覧ください。余裕の表情を見せていますか、高野俊二。新倉のような選手がですね、大きな高野を仕留めるのは結構これが難しいですよね。若松さん、今パイルドライバーの体勢ですか、これは。そうです。パイルドライバー持ち上がるか。入りました。持ち上がった。ツーブストーン気味に決まるパイルドライバー。ニークラが体をかぶせて、体をかぶせて、危ないですよ。カウント2。さあ、ニークラ、ここから技を切ってはいけません。ロープに体を振って、おーっと、ラリアット、リバースとラリアット。さあ、コーナーポストに立つ高野俊二、人間バズーカ出るか。ローリングしてのニールキック、覆いかぶさる125キロ、2、3、体をかぶせ足を引き上げて決めました、高野俊二。いや、見事な連携ですね。そうですね。トップロープに今上り詰めようとしています。そしてもう一人、剣道長崎が中野真一をピンフォールで仕留めた試合です。ミサイルキック、ミサイルキック、 Now it's called ミサイルキック。もう一発、あー、エンジン切り不発。思いっきりこの真っ向勝負のファイトにお客さんが沸き返る福井市営体育館。ストレート and strong、 ストレート and strong、 スーパーワールドスポーツ。さあ、輝けてちょっと体勢が崩れた剣道長崎。二人の息遣い上がっています。息遣いが荒くなっています。さあ、若獅子中野を輝け剣道長崎、今度はジャンピングパイルドライバーか。ジャンピングパイルドライバー、コンプリートヒット。高野俊二、剣道長崎、それぞれ1回戦を勝ち抜き、2回戦へと駒を進めています。さあ、2回戦へと、 Let's get back right here。 組み合う2人、さあ、いきなりリングアウトの攻撃だ。剣道長崎、レッファイレッファイ、そして椅子を取った。畳まないままの椅子、痛え、これは痛い。畳まないままの椅子。剣道長崎のラップファイティング、ラップファイティング。今打ち込んだ椅子がこちらへ飛び散る。剣道長崎のラップファイト、痛い。これは高野俊二、オープニングから思わず奇襲戦法だ。これは思わぬ一撃。
試合展開、もうこのアルミ製の椅子がぐにゃぐにゃです。 Now the steel chair is bending now、oh! 今会場、こちら放送席の方に高野俊二2メーターの体を打ちつけます。さあ剣道長崎が怒った、どこまで続くかこのラフファイティング。そして反対側の鉄柵へ、すごいファイトです。これぞまさしくバトルファイティング。そして背中への痛打一発、戦いはこうも非常なのか。 SWS 強い者こそが生き残る。 SWS パライストラを背負って立とうというこの高野俊二に非常なる戦いのぶちが。もう一度椅子攻撃だ。 One more time. He's got a hit. And hit, hit. これほどまでに痛々しくペインフルなものなのか。非常なるファイト。トップロープからトップロープのハンドを使いながら今レフリーをなぎ倒した。レフリー海野博之をなぎ倒した剣道長崎。暴走の剣道長崎を止められるか。この体中ファイティングマシーンとなった剣道長崎、カウントが入っています。剣道には届かない。さあレフリーがカウントを要請、ゴングを要請。これで試合は終わってしまうのか。 Is the story over now? これで試合が終わってしまうのか。試合は終わったかもしれないが、剣道長崎ファイトは止まらない。さあ二段重ねの椅子を攻撃していく。ノックダウン、高野俊二ノックダウン。 Wow, it's so hard to fight now。 どこまで行くのかこのファイト。誰が止めることができるのかでしょう。誰かこれを止めてくれ。中央におけるジャンピングタイルドライバー痛い。いやー若松さん、これはちょっと高野俊二の選手生命にも関わりますよね。首への攻撃になりますね。危ないですよ。危ないです。危ないですよこれ。止まることのない剣道長崎のファイト、暴走してしまった今日の剣道長崎。これを誰もが止めることができなかった。 Rough Fighting Non-Stop Violence、 こうしてライブで見ていく Non-Stop Violence、 どんな映画にもどんなフィルムにも追いつくことができないこの生の迫力。 SWS Super World Sports トーナメント準決勝第1試合、30分一本勝。赤コーナー、エボリューション244 pounds、 サムソン冬木。And introducing his opponent, Paraistra, 202, Sano Naoki. 片目が見えないんでしょうこれ。さあブラインドサポートになってしまいました。サムソン冬木、非常のゴングは今鳴らされようとしています。 We've got gong now。 さあいきなりスピンキックから始まる。さあサムソン、方向感覚そして方位感覚を失ってしまったサムソン冬木、容赦ないキックが打ち込まれる。佐野直樹 Getting so hot。 第2回戦リング上ではサムソン冬木対佐野直樹の試合が行われていますが、ここで第1回戦サムソン冬木がザ・グレート歌舞伎を下した試合をどうぞ。 Here we go, let's check it out。 He's got a step over、 片指がために変えた。 Push him up, push him up。 ロープに逃げる、 グレート歌舞伎。 さあまだなお離れないサムソン冬木、この間に足を弱めておかなければ次への試合の展開がうまくいきません。サムソン冬木、ギリギリのカウントを使いながら歌舞伎の足を弱めていきます。なおも足への攻撃でスタンピング。先ほどまで動きが機敏だったザ・グレート歌舞伎選手、ちょっとこうやって動きが、あスピンキックですね。もう一回スピンキック。さあサムソン、このままトップロープを伺う。今スタンディング、ナオ、オー
歌舞伎のドッキリだ、歌舞伎のドッキリだ。今レフリーのですね、レフリーのどちらかが試合を決めなければ、ジャッジの判定。さて、もう一人の対戦相手、佐野直樹が北原辰巳と戦った一番。 All right, let's check it out. 中で返します、佐野直樹。ここが勝負、正念場といったところでしょう。思いっきり燃えて悔いのない戦いをしていただきたい。第1回戦1試合目の、おっと、円陣蹴りがローリングソバットで決まっている。佐野直樹パンチ顔面攻撃です。そしてバックを取ってカウントは2、カウントは2です。まだ2人の中に戦うスタミナは残っているでしょうか。残り時間1分のコールです。 1 minute is left now, 1 minute is left now。佐野対北原、判定により佐野直樹が駒を進めています。さて、第2回戦、現在サムソン冬樹と佐野直樹の試合が行われていますが、ホライル、Let's get back to the ring。 佐野直樹、膝十字に止めています、膝十字を固めていますね。空飛ぶ小兵、フライングパンサー佐野直樹、今その褐色の肉体が汗にまみれ輝くフライングパンサーとなっています。佐野、顔面にちょっとキックを食らってしまいました。まだ戦う力を温存しているかのようなサムソン冬樹。さあ、カウントが入っています。両者はノックダウンでしょうか。さあ、スターフィッシャーシプレックス、カウントは2で跳ね返した。佐野、ここまで来たらもう引けない。 Don't look back、 ここまで来たら引けないファイトを見せていただきたい。2人の選手、もう2人の選手、体の髄まで分かっていることでしょう。 Straight and strong, simple as best、 真っ向勝負が行われるこの越前戦い始め、 Just beginning。 さあ、で太陽を見せた、2で跳ね返す。さすがこの辺、佐野は見ていますね。体をわずかに曲線を描かせて相手の攻撃をかわしていますよね。この辺は受け身の巧者と言ってもいいでしょう。フライングパンサーの何恥じない佐野直樹、ロープに振って、さあ、でさあ、ジャンプ一戦、あら、ローリングサバー、コンプリートヒット、ローリングサバー。さあ、リング中央上に立ち上るサムソン冬樹にローリングサバットのコンプリートヒット。この体勢からパイルドライバーもあるぞ。さあ、軽く落としたパイルドライバー、ズームソン気味、カウンター2で返すが、危ない危ない、 2.5 カウントは入っていたかもしれない。引くに引けない戦い、引くに引けないバトルストーリーを描く SWS トーナメント戦準決勝。なんとしてでも勝ち駒を進めなければならない。佐野直樹、パライストラ、そしてサムソン冬樹、レボリューション、ソバットエンディングリギリだ。わっと顔面にヒット、こらえるぞサムソン。ローリングニールキックにも耐える、この張り手だ張り手だ。顔面キック、ついに崩れ落ちる彫刻の像サムソン冬樹。冬樹が目を開けたまま崩れ落ちました。カウントが入る、ノックダウンだ。お客さんからもカウントがかかる、カウント5だ。非常のゴングは今体育館内に響き渡り、この共鳴された音は冬樹の耳に聞こえているでしょうか。 SWS トーナメントルールにおきましてはノックダウン5カウント、ノックアウト、ノックアウト負けですね。そうですね、今大会初試合におきまして初めて出ましたノックアウト負け。 Alright, ladies and gentlemen, up next トーナメント準決勝第2試合、30分一本勝、赤コーナーパライストラ277 pounds、 高野俊二。Ladies and gentlemen, let me introduce his brother. 青コーナー、同じくパライストラ、255 pounds、 ジョージ・タカノ。
高野俊二対ジョージ高野。おっと右からの張りで張り返す。兄であろうと弟であろうと戦いの場に情けはない。今地上のゴングは高々とリング内鳴り響きました。しかしもうこの兄弟の心の中には魂のゴングが高々と鳴り響いていたことでしょう。さあこのファイティングフェイス、ね、ご覧ください。先ほどまであの背中の苦痛を訴えていた高野俊二、今兄ジョージ高野を敵と迎えて、この元気なそして不吉な顔に満ちたこのファイティングフェイス、いかがですか若松さん。ファイトに溢れてますね。そうですね、日本で大勝ですね。これ兄弟対決すごい戦いです、はい、The merciless fight is going on。さてリング上は現在準決勝、ジョージ高野選手対高野俊二選手が行われています、日本初の兄弟対決となっていますね、さてそれでは第1回戦ジョージ高野選手が鶴見五郎を破った試合をご覧ください。ちょっと今レフリーのブラインドをついて鶴見五郎のダーティーファイトが炸裂。ここに鶴見ファイトの名目に躍上といった感があります。黒船の鶴見が骸骨のマークをこちらに見せながら、さあ鶴見五郎バックを取って、バックを取ってトップロープに手金ジョージを乗せる。先ほど痛めた急所をもっと痛めつける。左ではいいな、流れ式のバックドロップ、体をかぶせる、体をかぶせた、ワン、スリーゴー、ホーライ、ジョージ高野、鶴見五郎からピンフォールを奪いました。さあリング上準決勝へ戻ってみましょう。高い位置で決めています。さあロープへエスケープ。Now he's got a rope now。高野俊二、やはりこの辺は弟ということだけで、兄を何としてでも乗り越えなければいけません。これからトップレスラーになるためには兄ジョージ高野の大きな壁を叩き壊していかねばいけない。そのためにあるぞ人間バズーカ、そしてこの体身長2メーター人間ハイタワー高野俊二、兄ジョージ高野の片指固めを受けています。さあ痛みがどんどん倍化していくことでしょう。 Pain is getting a baby double now。さあリングの中央上温度はどんどん高まっていく。 Temperature must be over 30 degrees down。 さあキックを決めたジョージ高野、顔面攻撃を先ほどから連打されていますね。それ振りかざしての上からの真上からのキック、高野俊二です。よいしょ、ギロチンドロップ決めに決めたヒップアタック。さて高野俊二、若松さん、高野俊二これからの展開をどう考えなきゃいけませんかね。そうですね、技のつなぎがあれですね、これで先ほどの腰のダメージがありますから、はい、ありますよね、さあ取ったブレンバースター、カウント2で跳ね返す弟俊二のブレンバスター、カウント2で跳ね返す、まだまだ余裕といった表情の兄貴ジョージ高野です。さあその痛められたバックを取ってジャーマン、ちょっと体勢が悪いがポジションがちょっと崩れています。カウントがいる2、カウント2で弾き返す。まだまだピンホールを取るためには完全なポジション、そして完全な姿勢からの投げを打たなければいけません。パラエストラで戦うこの古代格闘選手2人、21世紀のパンクラチオン、トップロープに登ったジョージ高野、ジャンプ一戦ミサイルキック、ミサイルキックが炸裂、バーニングヒットナウ。さあね、ボストンクラブの体勢だ、ステップオーバー、ナウ、ヒズガットステップオーバー、ギブアップ。さあレフリー、足立和司がギブアップを求めていますが、まだまだこれぐらいには負けません。ギブアップです、ギブアップです。あーっとこれはどうしたんでしょう。先ほどのやはり背中への痛みが響いたんでしょうかね、若松さん。もう俊二選手は戦える状態でなかったんですね。そうですね、さて、いわゆるあの逆指固め、ボストンクラブにおいては、完全なステップオーバー、そして体を完全に反転させめると、これは本当に決まったと言える状態ですよね。今のは体反転させたんですが、さて白熱するトーナメント戦、お知らせの後にはいよいよ決勝戦を迎えます。 We'll be back after commercial. Stay tuned. はい、光と音、男たちは戦いを極める。
10月18、19、横浜アリーナ、熱き戦い、SWS。さて、今日はここ福井市営体育館で旗揚げ公演となった新しいプロレスを目指す SWS。SWS の8回までを簡単にまとめてありますので、ご覧いただきましょう。Alright, let's check it out。平成2年5月、カラッと激しいプロレスをスローガンに、全日本プロレスから袂を分かって独立した天竜源一郎は、その記者会見の席で鍛錬した技を的確にヒットさせることだ、相手が何をやっても負けない肉体と精神を持って戦い抜くこと、とその決意を語っている。特徴は部屋別同情性を取り入れたことだ。日頃の鍛錬が目に見えないということは、相手がどんな技を仕掛けてくるのかわからないという不安感が試合を面白くすると考えられる。そして今日この福井市で旗揚げ公演を決定づけたものは、天竜源一郎の強い要望もあったのだ。ご存知のように天竜源一郎は福井県勝山市の生まれである。その勇姿は間もなくリング上で見られることだろう。年間の試合数なかなか多いんですか。旗揚げ公演を前に、去る9月3日には県庁に栗田知事を表敬訪問していることからも、天竜源一郎が SWS にかける並々ならない決意と意気込みが感じられるのだ。さて、それではトーナメント決勝戦、すでに始まっています。 Let's get back。 この辺のスピーディーな展開、まさに映画の早回しを見ているようですね。さて、前を上がりながらタックルだ。さて、 DT に行こうとする後、体をかぶせていきます。Well, it's like two animals, two animals are rolling, are weaving again in each other. さあ、2匹の獰猛なるライオンが、あるいは2匹の野生に放たれた野生児が、ここ SWS のリングで死闘を繰り広げる。腕、脇を固めていくジョージ高野。このグラウンドの展開、一見地味に見えるところが、相手のエネルギーを消耗させ、そして技のキレを鈍くさせていくわけです。この辺、古代ギリシャから今日に至るまで脈々と続く戦いの伝説、あるいは戦いのゴールデンルールと言っていいでしょうね。さて、このトーナメント、 SWS トーナメントなんですが、現在戦う両雄、加納直樹選手の方は1回戦北原辰巳を下し、2回戦サムソン冬木を下し、そして現在決勝進出です。対するジョージ高野選手、1回戦は鶴見五郎を下し、そして2回戦高野俊二、弟高野俊二をマットに沈め、そしてこの決勝マットに立っています。お互いにここまで来るには2人のレスラーを仕留めてきたわけです。ブレンバスター、ハイスピードブレンバスターです。超高速ブレンバスターによるこの破壊力、かなりのものがありますよね。若松さん、はい、今腰にしたたかヒットが食らったようですね。ダメージありますよ、はい、危ないですよ佐野選手は。さあ、ダウンカウントが始まっているんですが、さあ立ち上がる、先ほどに比べて動きが緩くなってきた。その腰に向かってキックをヒットさせる、バックを取って、これがジョージ高野のスープレックスか、ジョージ高野はバックドロップか。まだ展開は分からない、お互いにこらえきる。今までのようなプロレスとはいかないぞ、新しいプロレスを提唱し、今日ここに旗揚げする SWS、 まさにマット界に旗揚げした鎧船、黒船のように、今日怒りを上げ、頬を張り、大海原に突進していったのであります。その中から打ち上げられたミサイル、大砲たくさんあった。ここまでの試合、本当に長く苦しい山のような道であった、険しい道であった。これはロメロスペシャルか、釣り天井、ロメロスペシャルだ。リフトアップできるか、 One more time、 He's got it、 He's got it、 It's rock and roll man。 ちょっとアンバランスになって崩れてるようですね。あっと、さて、佐野のロメロスペシャルが出ましたね。その痛みに耐える間もなく、ロープブレイクですね。もうここまで来たら執念同士の戦いとなっていますよね。佐野選手、諦めることができません。レフリー足立克実の声も届かないようです。さあ、2人とも立ち上がった、ローリングトマト踏まずに終わった。さあ、これからの戦いの展開を見つけると、太田、お返しだとばかりにニールキックを舞うジョージ高野、だんだんとスタミナが消耗されていくんですね。
この辺スタミナ、選手のスタミナが下がっていく分、リングの外にいるお客さんのボルテージが上がってくる、まさにデッドゾーンに飛び込んだようなスーパーファイティング right now is going on。 さあバックを取ったジャーマンスープレックス、中で返す、大きな拍手が起こる。この拍手をエネルギーにしないか。佐野コールも起きた、100人力だ佐野。さあジョージ高の執拗に攻めるところ、レフリー足立克樹が止めに入る。ダウンカウントがここで始まっています。 SWS のルールにおいてはダウンカウント5によって負けが宣せられます。さあでパワーバーン、スコタマ打ったぞ、2で跳ね返す。まさに石の彫刻が躍動したかのように、ムーベングアップしたかのように、ジョージ高のこれを弾き返した。さあお互いを見つめてこれからの展開を考えながら、頭の中ではそれと電子計算機のように、あるいはコンピューターのように試合展開が図られている。結果がエンズイゲルです。思わず膝をついた佐野、思わず膝をつく佐野直樹、思わずこの隙に、このひるんでる隙に脇を固めるジョージ高野。グラウンドでの展開は道場主の俺の方が上だと言わんばかりです。マットに足がかかる佐野直樹、おっとかすった右の、あお桃の裏、そして肉体へ打ち込む、この連打ロープフルド、そしてジャンピングジャップキック、痛烈にコンプリートヒットです。佐野直樹、これからのチャンスをつかんでいこうでしょう。体を固めてカウント、2カウント2で跳ね返す、カウント2で跳ね返す、まだまだです。これからの戦いなんです。ストレート&ストロング、真っ向勝負の戦いは今日がその初日、始まったばかりです。さああっと、あの技はちょっと今崩れかけましたが、若松さんちょっと解説してください。そうですね、あの技はですね、首を押さえてるような形ですね、はい、高野選手の、はい、新しい技ですね。あろうですね、はい、さあ上司からの股を開いて、さあ持ち上げた、この足の絡み合い、これは痛いものがあるぞ。さあ若松さん、今の技だとどこが効きますかね。そうですね、今の技は足ですね、持ち上げられた方の体重がかかって、はいはい、持ち上げられた方が痛いですね、これ。そうですね、太ももですね。あ、なるほどね、はい、さあ自分の体重、今や110キロに増えているというそのウエイト、必死で支えた佐野直樹であります。立ち上がってここからがっぷりと組んだ Grab their bodies each other right now。 そしてコーナーポストで押し込むジョージ・タガロ、ジョージ・タガロが必死でコーナーポストからナックルパンチ、そして一発かまして、これからの試合の展開だ。まさにこれはおたき火を上げるティラノザウルスの火炎放射のようでもある。ワンモータイム、張り手一戦、スプラッシュが飛び交う。さあ道場主のジョージ高野、The showing count against the crowd. One more time. Push back again. Push back again. 押し込む、push it back. Push it back. ダウンを奪う佐野。佐野がダウンを奪った。よりスポーツライクなプロレスになるであろうという天竜源一郎の予言通り、 SWS9.29、 この試合は白熱のボルテージ、よりスポーツライク、しかし刃物のように研ぎ澄まされた試合が、 King's like knife right now is battle is going on。 誰にも止められないこのファイト、バックを取った、あっと体勢が崩れた佐野直樹。ジョージ高野の体重を思わず自分の体に食らってしまいました。佐野直樹、さあこれからはスタミナの勝負になってくるでしょう。技をここまで決め合った、さあローリングクラッシュホールドか、あったじゃあわあ、リバースのローリングクラッシュホールドに行く、わあ 2.5 は回ってか、今のカウントギリギリで返す、ステインウィングスープレックス right now。カウント2で返しました、パイルドライバー、あ
ードは顔面脳震盪したのがツーだ。トップロープを伺うぞ、トップロープを伺う。ジョージ・ナガのダイビングボディープレス、ボディアタック、マットに激震。Now you are the winner, George. さて、プロレス史上初のトーナメント、その頂点を極めたのはパライストラの名手ジョージ・タカノ。道場主の意地を見せましたね。さて、 P4 を奪った技、ダイビングボディープレスをプレイバック。戦いの頂点に上り詰めたジョージ・タカノの名前がコールされました。すごい最後の展開だったですね、岡本さん。そうですね、道場主の意地っていうことでしょうね。なるほどですね、はい、ちょっと今ジョージタカのボディアタックちょっと鼻血が出てるみたいですね、はい、いやもう身を挺しての今攻撃、まさに超ヘビー級の戦いが展開されたというわけです、はい、もうこれぞ21世紀のスーパーヘビー級格闘士、はい、グラップラといっても過言じゃないでしょう。ジョージタカのまだちょっと足を押さえているリング上、さあ立てるか。ちょっと、アタックを食らった佐野の方はダウンしていますよね。さあすごいトロフィーがリング上に運ばれてきた。ジョージ・タカノの勇姿だ。 Ladies and gentlemen, here is a winner, ジョージ・タカノ。がっちりと手を取りました。光と音、男たちは戦いを極める。10月18、19、横浜アリーナ、熱き戦い。 SWS アラチ、わーっと椅子による攻撃、リングアウト、リング外でこの椅子4つ続けられた椅子がですね、今天竜の画面にヒット。椅子が折れ曲がっています。アコミックパワーに椅子が折り曲がる。なおも天竜流血だ、なおも天竜流血だ。しかしここでくじけてはいけない。何のためのレボリューションだったのか。戦う天竜源一郎、そのことは言わずと知れて本人が一番分かっているはずだ。 9.29 この越前戦い始めになるまで幾多のハードルを乗り越えてきた天竜源一郎。自らキックヘッドスマッシュ、その上がってこようとする天竜に向けて無情なキックを繰り出す。やつ、さあ天竜を抱え上げ、相方の高木沙央に送り込むフライングエルボー、完璧ヒット。ちょうど天竜がリングの真ん中、ちょうどど真ん中にナックダウン。さあこの戦いがしかし天竜流の戦いになるかもしれない。抱え上げてブレーンバスター、速攻のハイスピードブレーンバスターだ。カウントは2、石川のカップが入る。さて素敵な憎しみに満ちたこの瞳で見つめろ。おっとエルボーです。リバースやった。出るか天竜源一郎、パワーバーン、イッシャーパワーバーン、ロックンロール。ナウ今現在炸裂する天竜源一郎のパワーバン、高木勲目の瞳孔が開いている。高木勲意識を取り戻した。天竜、この戦いが天竜のセンチメンタリズムだったらみんなこれを待っていた。八ツ吉が安田のその構えに入る。さあ八ツがブレンバスターの体勢だ。ブレンバスター、さあで八ツもブランクを置いては決して技を濁らせない、プロとしての意地があります。このリングに上がりとトップアップからのダイブ攻撃、体を重ねる。カウントは2、カウントは2。しかし危ないですよ、天竜選手スタミナをかなり消耗しています。さあ若松さん、打たれ強いことにあるのは打たれ強さには世界的に定評がある天竜源一郎選手ですが、どうですか、かなりスタミナを消耗しているようですね。そうですね、だいぶスタミナ消耗してますね、はい、これがあの八津選手あるいは高木選手といったこのタッグチームのですね、狙っていたところなのかもしれませんね。とにかく速い展開、そしてスタミナを消耗させる。おっと石川のカバーだ。張り手、張り手のためにスプラッシュが起きる。キックだ、キックの応戦。張り手のためにスプラッシュが起きる。石川の原爆ショップだ。さあでロープに振った石川、スモータックのラリアットだ。ラリアット沈めてしまえ、ラリアット。そして18番サソリ固めの
サソリ固めに持っていこうとするが焦ってる。さあっと八つのカットがここで入るんですね。試合の展開、どちらかが作り上げようとすればどちらかが潰す。戦いの頂点を極めるには無常のルールが存在するのでしょう。さあ石川を取って、今度は八つがパイルドライバー。さて完全にヒットしたかどうかちょっとここらが見えませんが、カウントついて返します。石川隆、フランクを跳ねのかすように、この八津吉明の体をぶち返していきます。ターンオーバー again。 さあ八津が取ったスープレックス、太陽を浴びせていきます。 He hold back。 さあ執念です。石川隆の執念もプライドも全てがここに集結しています。高木が先ほど佐野が連発していた技に似たような技を繰り返していますね。さあバックだ、ターンバックを通る、ターンバックを通る。そして嬉しき逆十字、あれが高木勲の DDT です。頭上直下型に攻撃される DDT。 さあ石川、苦悩の表情のファイトだ。石川隆、プライドと全ての誇り、今までのキャリアをかけここに立ち上がった八津吉明に立ちだ。八津吉明に立ちだ。顔面からのヘッドバット、もう一発ヘッドバットだ。そしてこの八津吉明のヘッドバットに合わせてお客さんの声が聞こえるでしょうか。こりゃ連打です。これはいかにも勇壮な祭りの掛け声にも似た。おっとブルドッキング、ヘッドラック、ボブキングヘッドラック、体を重ねるカウント2、人へのターンバック。石川隆も返していきます。これは熱い試合になりました。もう一度、おっと足に滑ったがリールキック振った。さあここで天竜延長、天竜ラリアット、ロープリフター、そして天竜ラリアットもう一発。これはすごい。天竜ラリアット2連発を食らう。そしてキックの嵐だ。戦いは休まず行わなければいけない。ダウンストップバイオレンス、これが立たない戦いの哲学だ。カラッと激しいプロレスはこれだ。トップロープからバックを狙うトミー、エルボースマッシュ、ワンカットが入ります。足がこの辺は連携プレー。高木勲、いやー天竜の連携すごかったですね。お母さん水平チョップだ。もう一発スプラッシュを上げながら、おーっと高木勲、おーっとジャーマンスプラッシュ、気圧に終わりました。自分の後頭部をヒットしたようですね。高木勲自分の後頭部を下田が打っています。さあ立ち上がりました高木勲。天竜源一郎もかなり後頭部をヒットしています。さあこれはちょっとダーティーファイトになったが、連携プレーの妙技というべきか。その高木が今リング内ストンピン、高木のプライド、今までこの壁を乗り越えるために充電期間をたっぷりと置いてこのリングに備えてきた高木さん。 He's got a charge so well now. He's like 100% fighter tonight. さあロープリフター、あっとリバースのキックだ。オーバータイム、キックの連打、スラックシューガンキック、ホーミートミード、踏みつけるがごとくこの天竜のキックはトンピングだ、踏みつけるだ、もう投げやりの姿勢に見えますが、このクールファイティングこそ天竜ファイト、天竜ポリシーの表れだ。切られた目を抑えながら天竜は石川に立ち、石川が出てきた、石川が乗り込んできた。スタンピング、あれ嵐のような一発爆撃型の雨嵐、石川隆のストンピングだ。ワンモアタイム、One more time. It's getting so hard, you know? The temperature must be over 30 degrees, so hot. さあ、セカンドロープからのダイビングエルボー。さらに流血が激しくなっていく石川隆。さて、石川は今何を思うのか。中央を仰ぎながら石川隆、一体何を思うのか。What are you thinking about? What is he thinking about right now? Looking up the sky? さあ、石川のキックが炸裂。
ここで天竜、天竜源一郎、戦いの哲学を下げ、ここにデボリューションという横断幕を下げやってきた。そしてたどり着いた 9.29 越前戦い始め。さあリングに沈むかのように倒れる高木の前に立ちはだかる大きな壁、天竜源一郎。さあ天竜源一郎、まさにそこをついていくんだと言わんばかりのキックだ。弱いところは叩いていくぞ、戦いの悲劇の哲学だ。まだお前たちにトップは譲らないという天竜のプライドが感じられます。 It looks so, it's like painful fighting. It's going on in the middle of the ring. Almost down. 高木勲 almost down. ダウンカウントが始まる。おっと、なんとこのダウンカウントを天竜源一郎本人がストップ。ダウン負けを取らせない。高木思い知れと言わんばかりが今悲鳴が聞こえたが、絶命を上げる高木さん、夢はトーナメントで天竜さんに泡を吹かせると言っていたが、今まさにリングの中央でその天竜源一郎に泡を吹かされているかのような高木さん。高木なんとか自分の得意技ニールキック、あるいはボディープレスといった技に持ち込みたい。希少なるキックが炸裂する天竜源一郎、一人重爆撃、一人重爆撃を敢行する福井市営体育館に立ち上がる仁王像のような天竜源一郎。さあやつがたまらずカット。 He's getting down, he's getting down a great fighting right now. But you know the monstrous lead, super fighting is going now. Look at this, can you hear the screaming? このスクリーミングが、オー Alright man. さあヘッドシザーズ取るか、天竜源一郎。そしていいバットからの攻撃、石川につなぐ。石川がリングを降りて、石川がトップロープに登るか。おっと子牛の焼き石川、これはこの技、わあスプラッシュだ。ああ出た出た子牛の焼き石、今まさに痛めつけられたか、焼き印が押し込まれる。すごい、あーっと猛烈なコンプリートヘッドキック。さあロックンロール、マンこれは痛い、デタラメに痛い、背中への痛打、容赦ないキックがヘッヘッヘッ。もうこのロックンロールファイトは止まらない。天竜怒りの導火線に火がついたダイナマイトのように炸裂する。仁王立ちになっているが何を考えているか天竜源一郎。さあやつがたまらずインサイド、オーライ石川にカット攻撃を加える。しかし不敵にも歩み寄る天竜源一郎、出血をしようと何をしようとまだ必要に頭脳を攻撃していく。お前の考えを停止させてやると言わんばかりの Stop your play, stop your thinking。 考えることがもしかしたら不必要な戦いなのかもしれない。体が考えてくれる、天竜の心の奥にはそういった戦いのバイオレンスポリシーがあるのかもしれない。変な考えを起こすんじゃない。さあかかってこい高木さん、もう一発ヒット、もう一発だ。天竜の情けようじゃないヒット。このファイトを本当に待っていたのか。福祉体育館のお客さん、もう完璧に温度は30度40度レッドゾーンを回り込む。そしてそこにストンピングを浴びせ込む。さあここから攻撃のポイントを掴まなければいけない高木。さあでラリアット、スモールラリアット。初めてシューティングシューズを身につけた石川隆、そのパワフルなスモールラリアット、スローでどうぞ。完璧にヒットです。さあここでなんとか新しい戦いへの新しい糸口をつかまなければいけない。さあ天竜源一郎、もう一度マットの中に立ってスープラドンの攻撃か。そしてロープ対角線上に打ってラリアット、スーパーパワーマグナムのラリアットが炸裂した。その高木に連打マシンガンキック。おっとドロップキック、ドロップキック、八千代千秋に怒りのドロップキック。もうお前は許さない、もうお前は許さないばかりのドロップキック。怒りの八千代千秋ストンピング、リングアウト。
さあリングの外での安田祐也、安田祐也、俺のタッグパートナーをそこまでという、この怒りの動物が聞こえるが、天竜拳一郎に向かって、そして石川隆に向かって猛然と襲いかかる虎のように、安田祐也猛然と、It's like dangerous lions, it's like roaring out now tonight, September 29th, one more time. さあ今キックオフ、ゴー相振り上がるやつは天神の谷に叩き落とす、プロレスのそして戦いの哲学がこの SWS マットに今具現される、選手は這い上がる、そして今リングの外では安と石川が揉み合う、リングの中では高木と天竜がゴープリフター、相撲ラリアット、延々と天竜の首を狙い続けた高木の狙いすました相撲ラリアット、ダイナマイトヘアット。さあこれから流れをつかむことができるが、高木今度は逆に天竜サイドの方に持っていって対角線上に飛ばす、そして走り込んでのあっとリバースの、リバースのニーキックを食らっちまった。おっとスラッシュを上げて倒れ込む高木伊佐夫、一瞬掴んだチャンスかに見えたんですが、またまた天竜拳一郎によってそれをまたまた天竜拳一郎によって弾き返される。この辺は戦いのスプリングボードラージングキック、顔面にヒット、コンプリートヒット、もうこれはおっとチョップスリアチョップアゲン、ワンモアトライム、そしてマシンガンキックアゲン、レッツライフ、ロックンロール Look at that audience! Burning up, heat up! Temperature must be over 40 degrees! もう意識が朦朧としているでしょう、高木伊佐夫。考えることができるか、この地獄のマシンガンキックから立ち上がれ高木。ダウンカウントを取らせない天竜拳一郎、俺はこいつと決着をつけると言わんばかりの天竜拳一郎、迫力のキックだ。さあダウンカウントが始まる、レフリー海野博之からダウンカウントが始まるが、容赦なくキック、高木が集中砲火を食らっている。それは一極集中型の攻撃のように、それは一点弱点集中型の攻撃のように、ウィークリングポイントアタックのように、高木カウントは3にまでいってるぞ。さあこのタッグマッチ立ち上がれるか、ファイティングポーズを見せる、 One more time battle is again、 高木ゴールだ、高木ゴールだ、高木ゴールだ、ワッチスカムスイ、高木どうしたら、高木体の内にある何かに火をつけろ、バーンアップヒートアップだ、高木伊佐夫、今日まで君が温存してきたものをここで爆発しなければいけない。さあ容赦ないチョップは天竜拳一郎、まさしく沈み込むかのように、泥沼に沈み込むかのように、天竜のチョップに投水するかのような手がぎ伊佐夫であります。カウントアウト、カウントアウト、これぞ非常なる戦いなのか。天竜石川組の勝ちがコールされました。さて今日のメインイベント、ダブルメインイベントで行われた第1試合、あの白熱のタッグマッチ、今表彰式が行われようとします。リング上です。非常といえば非常、しかし戦いに容赦なし、 That's motionless fight、 それをモットーに発足したSWS の方針を貫くかのような天竜源一郎のファイティングスタイル。さてそれは今後に一体どんな影響を及ぼすのであろうか。私たちは次回開催される横浜アリーナ SWS 戦い始め90に一つの問題とエキサイティングな試合を期待せざるを得ない。天竜源一郎率いる SWS の戦う男たちの軍団、真っ向勝負ストレイト&ストロングは今始まったばかりだ。 Alright, it's time for us to say goodbye。それでは次回横浜アリーナでお目にかかりましょう。